アンリアルエンジン5で、ファイナルソードを超えるゲーム作成を目指している動画です。今回は戦技大砲キリっぽいやつの実装と説明です。よろしくお願いします。はじめに、戦技についての説明です。エルデンリングより、ちいかわの戦技をチェック。有名な戦技の一つですね。このゲームにおける戦技の仕様はこんな感じ。というわけでまず最初に、戦技ゲージ追加しました。この調子でナイフ、クロスボウ、炸裂弾ゲージを作っていくと、画面上ゲージだらけになりそうです。導入初となる戦技は何にするのか。もちろん大砲切りですね。ガッツ風アクション目指しているので外せません。しかし、ここで問題発生。大砲撃った後なので、体験の握りが逆になっています。何が問題かというと、大砲切り用に握りを変えないと、こうなってしまいます。握りを変えれば、大丈夫ですが、今度は普段の攻撃の時、剣の握りが逆になります。少し考えていましたが、アタッチコンポーネント、ツコンポーネントで即解決しました。そこで普段武器つけている右手ソケットと別のソケットを右手に追加しました。問題が無事解決したところで、今回は、ちいかわの戦技シシル衣類を見ながら終わります。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。